かしこまった。我が妻、やはり天下無二のものですね。はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望、大使ウィズパックと軍友集結シナリオの石田三成編第2話になりますね。第1話で武田家をね、従属させました。はい、従属させました。はい、なので、ね、勢力、こんな感じでね、武田家がね、従属しております。はい、まあ、かなり面白かったですね、従属させたところね。はい、なのでまあとりあえずこことはちょっと1ヶ月ぐらいちょっと耐えて、我が志必ずや果たしてみせる。せっかくうちらから左兵持ってったんだぞ、これ勝ってよ。負けとるじゃないか。このような好機を、悔しいな。は。報告いたします。ご命令ください。うちはね、忙しいんですよ、こっちは。ね、北条さんを倒さなきゃいけないっていうね、任務があるんで。本城さん倒すと、いっぱいね、武将が入ってきますんでね。54人ぐらい武将入ってくるんで、ちょっと欲しいんですよね。で、戦争できるんですよ、もうそろそろ。あといかんですか。じゃあちょっと、ここで叩いよう。じゃあもう一回ここは入れときます。はっ。報告します。先月の収支です。表情を始めましょう。また対面とか必要だから取っとけばいいですよね。こんな感じかな。これにて表情を終わります。のへ帳を取ろう。こんなもんかな、欲しいの。あとこれ下地を持つかな、これ。あとちょっと、もう多分すぐこうはできるはずなんでね。じゃあ進めていきましょうか。で、北条さんとも戦争できますね。で、これ解放し終わってから北条さん戦争ですね。我に続け。よし。いや、手を貸しましょう。負けちゃうぜ。負けるで。行くのは構わないけど、負けるよ、勝てないよ。ちょっと、バカすぎる。バカすぎる。こちらは北条さん行こうか。我が妻、お見せしましょう。助立ちいたす。ちょっと考えてさ、物事行動した方がいいと思うんだけど。これ、同じぐらいか。これは邪魔なんだよね。これ減らすはもうちょっと減るかな。
8700まで減らしてくれる。じゃあそれで行こうか。これで8700まで減らしてくれたんで、これだと1枚戦か。6000ぐらいでいいのかな。じゃあじゃダメ。5800。皆の者、あれに続け。で、集まった時ぐらいに、こっからポコッと出せば倒せるね。報告いたします。ご命令ください。皆さん、続いてください。手を持ちましょう。皆さん、続いてください。よし、これで、いいんじゃないんですかね。どうせ勝てないんだからやめときなって。あと半年間ぐらい待たないと。自分がちゃんと攻めに行ってあげるからさ、おとなしくしてればいいのに。勝てるね。あ、負けちゃった。強いね、北条さんね。報告いたします。ご命令ください。は、強いね北条さんね。どうしようか。もう一回行く。無理だね。行っても勝てないね。ボヤアップがあれば楽なんだけどね。ないんだよねこれね。あー、ノーエスエレアンプ使ってれば勝ったかもしれない、さっきね。民の穏やかなる暮らしを守る。それが我ら北条の役目よ。成田さん。手を貸しましょう。いや、貸してあげるはずないじゃん。今こっちは戦ってる最中。とりあえず。同盟結べるから同盟結んどこうか。は。じゃあ、帰ってきたね、武将はね。ただ、5000、6000、ダメだ。勝てない。藤吉団返してくんないと。どんだけ藤吉だから兵持ってくんだよ。あ、報告いたします。返してくれた。表情を始めましょう。これにて表情を終わります。論議は取っておかないとダメ。農兵重要、教養会。はい。ご命令ください。うん、やっとそっち行くの諦めたんだ。うちらも行きたいけど、これは帰ってきてから集める。それとも今から集めとく。7600。帰ってくればなんとか なるかな。承知いたしました。こっち、防衛やってなかったんだね。もうどう考えたって勝てないさ、兵力でさ、突っ込むのやめようよ。徳川と村上スタンプで。
じゃあ行こうか。これで勝てるんじゃないの？これなら。出陣しましょう。うん、これで負けたら、もう知らないわ。うん。部分騎乗で、これ二段曲がりだよ、ここだよね。部分騎乗で、二段曲を戻しとこうか。二段曲を戻しとこう。兵糧はもったいないんでね、二段曲戻しておきます。で、二段曲が一ヶ月ぐらいかかるんで、集結に。ちょっと増えるんで、兵糧ね。報告いたします。ご命令ください。んー、なんか出てこないね。合流で。進むのです。あ、こっからもなんか、こからも来ちゃった。まあいいや。農兵精錬使えないね。本当じゃなかったね。農兵精錬使おうと思ったんですけど。まあ、進めていきます。手を貸しましょう。待って。武田軍やられちゃうじゃん。ダメだよ。助けに行かなきゃ。皆さん続いてください。まあ、全く変なところに戦争ばっか吹っかけるもんで、我が際お見せしましょう。助立いたす。ちょっと北条さん行けれなくなっちゃったね。しょうがないね。報告いたします。先月の収支です。ご命令ください。なんかすごくなんか、すごくなんか時間効率が悪いようなことをしてますね。我が志、必ずや果たさん。手を貸しましょう。天下を滑るまで負ける気はありません。もうしょうがない。ちょっとそのまま手を打ちましょう。こっち行って、皆さん続いてください。ちょっと安全にしてあげるしかないですね。報告いたします。先月の収支です。表情を始めましょう。農業取っときます。足軽精錬が使えなかった。足軽じゃない、農兵精錬が使えなかったんでね。これにて表情を終わります。これ商業を取って。これ大丈夫でしょ。ゲチを。うん、多分おとなしく なったかな、ここは。うん。なんか家康くんなんか変だね。いい直政にやられちゃってるんだ。へえ。まあ進めていきますか。おい、50分ち。いいな、おまさに疲れてるね。岡崎鳥取行けばいいじゃんね。
岡崎取り行ってくると、ここに残ってる、ここをヒュッて行けれるのにね。で、こっちもヒュッて取り行ってね。報告いたします。先月の収支です。ゲチよ。あら。これ、差し込まれてるじゃん。成田さん差し込まれてる。いやー。使いの者が来たようです。ああ、ここはしょうがない、しょうがない。うん。時間経っちゃってるからしょうがない。こんな方なんか言っちゃってるからね。ん？家康くんが、やられちゃうね。報告いたします。先月の収支です。ご命令ください。あと何日？あと6日。程度でしたか。部分入場させよう。手を打ちましょう。進むのです。で、飯田城もらいに行こう。進め。待機せよ。我が際、お見せしましょう。あれ、なんか今川と同盟が切れてる？なんか切れちゃったみたいね、今だとね。手を打とう。あれ部署いなかったね、さっき。部署入ってきた。しょうがない。じゃあ、退却で。ガンモさんがなんか頑張ってきたね。ちょっとこっち、どこも追い滅ぼしてないから、武将が全然いなくて。方位35日。このまま行けば、柴田さんは取れるのかな？でも、16人しかいないね。16の25人か。報告いたします。表情を始めましょう。もう対面いいかな。商業農業で。これにて表情を終わります。ご命令ください。で、防衛しよう。承知いたしました。でもう そろそろ落ちるでしょ。あ、落ちない。あ、落ちた落ちた。先ほどにもありませんでしたね。かたじけない。手を打ちましょう。あー、三木家だな、ここ。ここ落とすのも楽でいいよね。姉が工事か。手を打ちましょう。
皆さん続いてください。ちょっとあの家康君落とさないのかな。報告いたします。ご命令ください。柴田さんとあとどのぐらい、あと1ヶ月ぐらいか。ほい40日。あんまりなんか領土ばっか取ってもあれなんだよね、武将がいない状況に陥っちゃうんだよね。まあしょうがない、取っとくしかないですけど。報告いたします。ご命令ください。新鮮が来た。敵対勢力じゃないから、これあれでしょう、これ使えばどうもできるんじゃない。やはり天下無二のものですね。あ、できないんだ。じゃあ進めていきます。あ、ここ歩兵やったっけ。やってない、ちゃんと歩兵やっておきます。承知いたしました。この程度でしたか。かたじけない。やばい、日本海にたどり着いちゃった。日本海にたどり着いちゃいましたね。進むのです。ただこう分断されちゃってるね。ここ欲しいね。報告いたします。表情を始めましょう。計りごとならばお任せよ。あれ、なんで姉が小路さんいるんだ。これにて表情を終わります。もともとミッチーのところにいたってことなんだね、きっと姉が小路さんね。ゲチよ。いいけどまだ戦争中だね、しょうがない。我が志、必ずや果たさん。いくつ来る ?6800。ノエスエレン。我が才、やはり天下無二のものですね。我が志、必ずや果たさん。天下を滑るまで負ける気はありません。よかったよかったよかった、使っといてよかった。ノーエースエレンがなかったら多分負けてる。報告いたします。ご命令ください。はい、では進めていきます。程度でしたか。はい、ということで4回までたどり着くことができましたね。かたじけない。じゃあちょっとこっちもね、ちましょう、向かってみましょう。部分入場しよう、部分入場。島佐根さんだね。合流。皆さん続いてください。
手を打ちましょう。あー、出てこなくなっちゃった。しょうがない。皆さん、続いてください。まあ、引っ込んでても。なんか3箇所、包囲すりゃいいね。はーい。まあ、6人しか負傷いない部隊がいますけど。待てよ。なんか、宝珠はなんかでかくなってきてるぞ。宝珠はでかくなってきてる。天下を滑るまで、負ける気はありません。標高26日ですね。あ、6人の部隊死んじゃったね。成田さん潰れちゃったね。報告いたします。ご命令ください。じゃあこれあれですね、省略をしとけば、成田さんのところからの武将が来るでしょう。うん、多分来てくれるでしょ。多分で、多分独立してくれる武将、お家再興してくれる部署いるかな。どうだろうね。野心6じゃしてくんないね。あ、でも重視とかあればなんか、どうなんだろうね。なんかしてくれそうな人いるかもね。はっ。はい、ということで、第2話ね、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。